ははいいいいどうももこんにちはナユですす本日も数学の話題を提供していきたいと思います、えー、今日の講座は確率分布の講義の内容ですね。数 B の内容です。えー、受験生の死活問題というふうに書いてありますけれども、まあこれ、えー、と合格最低点は何点かということで結構まあね、シビアな問題だと思いますけれども、まあ考えていきましょう。えっ、ー、と今回、えー、正規分布表をご用意いたしませんので、まあ数学 B のね、 え教科書の巻末に書いてありますんで、えー、そちらを見て参照していただければ、えー、いいかなと思いますまあそれがないと解けないことに問題になってるんで、えー、正規分布を用意してですね、えー、問題に取り組んでみてください、えー、数学2たす b みたいなチャート式の合併版だと確率分布が抜けてたりしますなので数 b の教科書がいいと思いますね 数 B の教科書かもしくは数 B の参考書で数 B に特化したその参考書であれば大体確率分布に載っているので、えー、そちらを参考書参照していただければいいかなと思いますはいそれでは考えていきましょうある入試で定員400人に対して志願者が1000人300点満点の試験で平均が175点標準偏差が25点であったと得点の分布が正規分布であるとみなす時合格最低点はおよそ何点かというわけですが まあこれね、えー、と実際の入試では、えー、と分布が正規分布になるってことはまれなんですよね。まあ近いってことはあり得るかもしれないけどぴったしに一致するってことはほとんどないわけです。まあえっ、ー、とまあ偏っていたりとかですね、まあ、あの難しすぎてその今回の共通テストみたいのように、えー、と平均がぐっとねあの寄ってしまって まあこんなななななよよううう形ににっっっててししまま分布たりとかね受験生の数が多いにもかかわらず正規分布に全然近似しないようなグラフっていうのもできるわけです。まあ、1000人ぐらいだとねなかなかその正規分布に近いようなグラフになることはないですけれども、まあ、得点の分布が正規分布であると見なした時という条件で解くということなので、えー、上位40%にね入る。 にまあ、入るためには入ると合格ですね。でえー、っとその合格点を見つけるということです。つまり上位40%の得点を求める外算で求めるということです。その上位40%のところの得点を外算で求めるということですね。 と,いうことで,すでえっ、ー、とまあこれその正規分布表を使って解くわけですからまあこれ正規分布ですけれどもこれはえっ、ー、と N01 ではないですよね。えっ、ー、とこの分布は N の175の25の2乗という形になっているわけです。でこれをそのえっ、ー、と変数変換してですね n の01に標準正規分布標準化しなければいけませんそのためには、えー、どういう変換をするかというと、えー、z イコールシグマ分の x マイナス、えー、m まあ μ って書いていいですかね μ は、えー、と平均です平均が175ですねこれが x だとして x に対して z をこういうふうに定義するとこれで変換すると Z は、えー、N01 に、えー、禁じされるということでこれに従うということですで実際に代入してみましょうこれシグマは25ですよねそれから X は、えー、と175なので X-175 ということになりますで、えー、と Z は N01 に従うと。ということが言えると。 で今この標準正規分布をまあざっくりと書いた時に、えー、と上位40%に入るってことはどういうことかっていうと、まあ、これがね標準正規分布だとして、えー、と上位40%っていうのは、まあ、ここですよね例えばねここが上位40%。 とといううこここにになるるででで半半分分分すすよねちょうど半分に分かれてるわけですだからここは上位50%上位半分ということになるのでここは半数がいるわけです。半数がいるってことは上位50%ってことなのでここに相当する部分は上位10%ってことですね。ここは10%の、えー、と生徒がいるってことです。 だかからら平均から10%のととこころを見ればいいってことです。つまり0.1ってことです。いいですかつまり何を言いたいかっていうとこの面積が0.1になっているようなところの z を調べるってことです。p の0から z が四角のところでこの値が0.1になるようなところの四角の値ここの値が何かっていうことを えー、正規分布表で見ていくっていうことになるわけですね。いいで,すかでえー、ともちろんこの z に対してその x は変換しなきゃいけないのでとりあえず z としてこの分布表からねここの値を求めにかかります。だから表を見て0.1に近いところを見ていけばいいんですけどこれ0.25から0.26の値の間に、えー 1> 1が入ってますどっちが近いかっていうとこっちの方がちょっと近いかなという感じですよねまあだから0.25で計算してもいいかなと思います、まあ、仮にね0.25だとして計算すると x-175 が0.25ということなのであるいは0.26ということですねでもうこれ掛け算して計算すればいいわけですだから x イコール175足す 25×0.25、えー、25または、えー、25×0.26 と。ということになって、えー、175足す6.26が6.5ですね。ということで181.25。えーと18 からとということになります、まあ、えっと、それ以上ということなので181だと足りてないので182が答えかなという感じもしますけれどもまあこれ概算なので、まあ、近い値を取るということで答えでいいいかなと思います、えー、この値まあ実際にはね正規分布にずれてるのでおそらくずれてるので。 えとこの「見出すというのがまあえっ、ー、と、まあ、完全に一致しているというふうに考えたときには、まあ、これで答えなきゃいけないわけですから181ということになりますかね。というわけで、X、イコール四捨五入して点ということになりますこ,こを182と取るか181と取るかっていうのはちょっと微妙なところだと思いますけれども。 えー、まあこれで十分かなと思いますね一応答えは181点ということにしておきましょうはいえっ、ー、とまあここで四捨五人を取るっていうことですねこの間のところにあるので四捨五人を取って181ということで答えを出しましたよろしいですかねえっ、ー、とここで見るわけではないですよここの部分の上位40%というのを 本来計算したいんですけどそれを正規分布に直せないとこの表の分布はないのでこの,の N18525 の分布の表はないので01に変換をしてその分布表ですね標準正規分布表を見て答えるで元に戻してあげるってことですね。x は0.25から0.26なので z ですね z が0.25から0.26なのでその z に対して えーと x、を求めるとつまりここの値が、えっと、0.25だとして x の値を求めるというわけですこの連理。この方程式を解くということですね。この方程式を解いて x について解いて、えー、x の値を出したということになります。いいですかはい、今日の授業は以上です。ご視聴ありがとうございました。